チャンネル。どんなのあるね。昼のロカタル5000にしようか。こっちにする昼にぎり。セット、うん。サラチルもつける。あ、セットなってる。サラチルとか。美味しそうだね。海鮮丼。テイクアウトもできるよね。さっきさ、ほら、なんだっけ、カニ味噌のサラダだよ。おやつになっちゃうんだよ。はーい。サバの棒寿司って美味しそうだな。寿司レインボーすごーい。じゃあ蒸しとサラダセットです。アサリ入ってんじゃん。来ました。でこれすごいよ。卵逆厚みがあるね。はいどうぞ。はいどうぞ。こんな感じです。アサリ入ってる。アサリサラダじゃん。アサリサラダ。いただきます。ふわふわな穴子なかなかないな。すごいね。なんだろう、アマチかな。すごい綺麗。量が大きいよね。うん、はい。ネタがうまく取れてる。エビ味噌。シュルって入れた。エビ味噌取れてんじゃん。じゃあ。うん、白だし効いてるね。でもさっぱりめの味。うん。みんなも。マグロいきます。いただきます。マスク。全部完食です。美味しかった。量も多いね。はい、さっきあれだな、ノルウェーサーモンかな。200メイル、テイクアウトもあるね。もういっぱいある。サーモンはいっぱいだからいけない。次回テイクアウトしてみたいね。はーい、美味しかった。
生チャンネル。カズシ美味しかったです。駐車場も広いしね。いいですよ。駐車場がね、これだけありますからね。ね、皆さんも来てくださいね。波を掴む川の中。